YouTube の方で久々にゲストとの対談動画ね、推し授業出しましたので、今回はその収録裏話の回になります。で、できたらですね、後半でコーナーのトークもやりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 今回のゲスト対談のテーマが、レオルさんね、シンガーソングライターレオルさんのライブの、えー、と感想をゲストさんと喋る会を撮ったんですけど、その動画の内容を踏まえてのお話になりますので、もしよければ最初にそちらの動画の方をご覧になってから、このラジオを聴きいただけると良いかと思います。それでは、早速ね、本編、いきなりですが、入っていきたいと思います。よろしくお願いします。 っていうか、最近のチャコラジ、地味にですね、あの、SE が入ったの、お気づきでしたでしょうか今みたいに、ポコポコンみたいなやつが入ってるんですけど、あのー、あれをね、自分で <laughs>、ほんの1秒くらいなんですけど、うるさくない音を探してきて、ポポポ,ポって自分で手打ちして、それを、あの、音声化したんですけれども、当初ねあの、SE なしでやろうって言ってたんですが、トークの区切れ目で、やっぱり、男が入った方が、まあ、親切かなということで、適当に入れてみておりますが、 でですね、今回のゲストさんは、まあ、友人であり、レオールが大好きな視聴者兼リスナーさん、リコリさんをね、お呼びしてお話ししました。以前もね、新しいアルバムの感想を言い合う回とかを他の方とやったんですが、まあそれの別のゲストバージョンみたいな感じでして、で、今回のライブ全6公演あったんですけど、私は初日の公演に行って、リコリさんはその後、2、3公演目に行かれまして、 場所違いの同じライブを見に行ったっていうことで、えー、お話しさせていただきました。で、今回ね、えっ、ー、と、収録時間がね、1時間半になっちゃって <laughs>、ちょっと盛り上がりすぎて、私がタイムマネジメントを怠ったんですが、ちょっと小分けにして、で編集もいつもよりまただいぶ変えてみました。それでもなお、えっ、ー、と、カットしたトークがありましたので、それも途中途中で挟んでいきたいと思います。 ちなみになんですが、最近ですと、もう、えっ、ー、と、新曲がね、バンバン出てまして、春先から、えー、このライブのセットリストの中で発表された新曲がまず、積みきピートの共作のセキララ、赤きラというシングル。で、またその後、夏に入ってから、青毛やとしも出ましたね。で、さらに最近になりまして、えー、ノータイトルの、 ぬよりさんのアレンジバージョンで新しいの出ましたけど、ただ今回の対談動画撮ってたのが、ライブ終わった、えー、と、すぐ後、千秋楽の翌日に収録したので、新曲、当時新曲だったセキララがまだフルで配信されてない時、もうライブで聞いたきりっていう状態の、あの、 時期に収録していて、でもちょっと色々あってね、編集がなかなかできませんで、こんなに遅くに、えー、公開することになったので、ちょっと時差がすごいんですけど、まあなんかそういう体でお楽しみいただけたかなとは思うんですが、いや、にしてもですね、やっぱりその時の肌感で、 新曲がライブで初めて披露されるっていう、まあ、初めて尽くしのライブだったので、結構その点では、あの、トークとしてね、盛り上がったかなとは思います。今回の対談してみて、普通にめちゃくちゃ濃い話ができたなっていうのが <laughs> あって、っていうのもですね、あの、そのリコリさんが喋りがね、やっぱ上手で、 別に、上舌だったら喋りが上手とかそういう話ではなくて、目にしたことと、そこで私が思ったことっていう、その、 事実と感想のなんか境目を明確にして話してくれたのがすごく良かったなと思って。だから私たちがさ、このゲスト動画でやってることって <laughs>、その好きなものに対する二次創作でしかないので、あの、ほぼ妄想なんですね。99%妄想なんですけど、だからその、えっ、ー、と、ライブの演出はこうだったよっていう事実があって、そこから私たちが妄想するんですけど、ここからはね、っていう話で、ちゃんと、 それを真実として喋ってはいませんよっていうのが、あの、お互いのね、前提としてあった上で喋り散らかせたのはすごく良かったなっていう風に思うんですよね <laughs>。で、具体的に言うと、あの、まあ、ちょっと未公開トークにしようか迷ったところではあるんですが、結構ね、序盤の動画で、レオルさんが最近ギガちゃんとね、ギガさんと曲をやってないっていうことについて <laughs>、 要はユニット時代のあのレオルから今のソロ体制になってるレオルのあのちょっと音楽体制のね変遷みたいなところについて若干触れてるんですよだからあの結構際どい話になったんですねそれを見てるファンの対応とかあの行動とか <laughs> についての是非みたいなところの私たちの感想ですからね についてちょっと喋ったところがあって、で、そこも、あの、何て言うんだろう、一般論として喋るわけではなくて、私はこう思う。えー、リコリはこう思う。私はこう思うっていうお互いの意見、一意見としてね、あの、本当に、えっ、ー、と、もう、たくさんいる、何億といるファンの中の一意見として喋 <laughs> れますよっていう前置きをした上で自由に喋れたっていうのは結構、でかかったと思いますね。 ツイッター上ではよく見るんですよ。その絵に対する言論って。ええー、と、なんかその身内ネタ的にね。あんまり検索に乗らないように、ちょっと、あの、表現を回りくどく、曖昧にした上で、個人の意見を述べてる、述べてる人って結構いらっしゃると思うんですけど、その矢面に立つことを多分避けて、普通は喋るんじゃないかなっていうことを、あえて、がっつり喋れたのは良かったかなって思いますね。何かもし、 え、それに対する苦言などがある場合は、あの、私がね、無理やり喋らせた部分もあるので, <laughs> で、それを公開しちゃったのは私ですので、ぜひその非難の矛先をね、私に向けていただきたいところではあるんですけれども。はい。で、今回トーク良かったなって思うところ、二つ目です。えー、その、やっぱね、リコリさんの感性はね、今回はトークにかなり反映されていると思いますね。具体的に言いますと、 ダンスの下りがあったと思うんですよ。今回のライブね、まあもちろんシンガーのレオルさんが主役ではあるんですが、それを引き立てるように、ダンサーのあやねさんとペイさんっていうお二方がね、えー、水中メガネっていうユニットというか、まあグループのダンサーをやってらっしゃる方なんですが、まあそのお二方は比較的最近のね、あの、レオルの活動に携わってることが多くてですね、で、今回のライブもそのうちの一つだったんですが、で、そのね、 特にミュータントですね。ミュータントっていう曲があるんですが、それのダンスをやってたあやねさんの踊りがね、すごく刺さったと、えー、リコリさんが言っているところがありまして、で、私はね、そこのトークが結構、まあ、山場の一つというか、聞けてよかったなっていう話の一つなんですね。で、リコリさん自身も言ってたんですが、 私は普段ダンスなんかもう触れてないと。だからよくわからない。で、そもそも難しいなって思っていた表現のジャンルだったんですって。そのなんかダンスで喜怒哀楽とか感情とか言われてもいまいちよくわからないと。って思ってたんだけど、このあやねさんのダンスはすっと入ってきたっていうふうにおっしゃっていたんですね。それがなんかね、すごく良くて、そのエピソードが。<laughs> この曲、ミュータントっていう曲が、まあ、なんかその、 突然変異しちゃった。恋愛面で突然変異しちゃった自分っていう、ミュータントしちゃった自分っていう曲なんですが、まあ一応ね、あの、一般的な解釈で言うと。で、その、このミュータントの曲のなんて苦しみとか、悲しみとか、あるいは、まあ恋愛を描いていますから、その恋の葛藤の部分がよく出ていると。で、それがそのダンスに乗っていて、よりよく伝わった。 で、ダンスを見ていて、初めて、こう、表現者ってすごいなって思ったっていう風に、あの、ポロって言ってたんですけど、それがね、あの、まず、その、この、今回の対談の中で聞けたのがすごく良かったなと思って、あの、素の意見をね、本当にポロンって出してくれてる気がしたので、あ、これを確実に、あの、動画に使いたいところだなって <laughs>、思ってたんですけど、いや、すごくね、あの、彼女の、 やっぱね、このライブとかってさ、まあ、音楽とか何でもそうなんですけど、見る人の感性がやっぱもろに出るなっていうか、感受性というか、その、なんていうの同じ曲を聴いたり、同じ映画を見たり、同じライブに行ったりしても、アンテナをどこに貼ってるか、どれだけアンテナを貼ってるかっていうので、その、受け取る感動のデカさとかも絶対変わると思うんですけど、 それがリコリさんの場合は、あの、いい方向に全部触れていた例だなって思って、今回感動した部分ではありましたね。で、実際ですよ。私はね、あの、そこまで、今回多分ね、私アンテナ張ってなかったんですよ。ダンスのところまで。あの、基本的に私 <laughs>、あの、レオルさんを見てるので <laughs>。いや、ほんとひどい話なんですけど、で、私はどっちかっていうと、その、 ええと、まあ、ステージを見てるってよりは、レオルさんをね、あの、造形として私は楽しんでる節があって、近年では。あの、ええー、と、なん、なん、なんていうんですか。シルエットというか、あの、キャラデザもはやキャラデザとして、楽しんでる節があるので。キャラクタービジュアルみたいなところで、あの、衣装とかも含めて、ああ、この曲の、 あの、ニュアンスに合ってる合ってないとか、そういう部分で見ちゃうところがあるので、正直ダンサーの部分までは目がマジでいってなかった。でもそこを確実にリコリさんは今回のトークで補完してくれた。私が見てなかった部分まで、あの、さらってくれたので、それはすごく良かったなって思いますね。じゃあ、ちょうどですね、まあその完成つながりのお話なんですが、一つ未公開トークご紹介したいんですが、 ええとですね、これもね、私が全くなんかアンテナ張ってないのがよくわかるトークなんですけど、で、リコリさんはちゃんと見てるなって思ったんですが、あのね、えっ、ー、と、幕愛の映像があったんですよ。ちなみに私ね、あの動画の中でね、幕愛のことをね、幕間って読んでるね、あの <laughs>、 <laughs> 一般教養のなさが露,露呈されてるトークがね、一部公開されてるんですが、あの、幕合いのね、映像のお話をね、未公開トークとして一つご紹介というか、あのー、流したいと思います、これから。で、どういう状況だったかっていうと、そのなんか、前半で、ま、いろいろ瀬戸りがありまして、で、なんか衣装チェンジ含めて、砂幕にね、映像が流れたんですよ。砂幕だったかなあのー、ディスプレイだったかなちょっと忘れましたが。で、その流れてた映像が、 今回のライブの、まあ、コンセプトにも一応関わる内容の映像だったのに、私はほぼ覚えてないんですけど、そういう胸がよくわかる、えー、未公開シーン一つご紹介したいので、それでは、ちょっとお聞きいただきたいと思います。はい、どうぞ。えー、待って、マクマとさ、衣装替えってさ、なんか流れてた、うん、映像が流れてた安定してたちょっと待って、記、憶じゃん記憶を考えるとこじゃん、うん、うん。でも、うん。 え、馬が走ってたのいつオープニングか。馬うん。バイクはバイク一番最初でバイクと馬あれ馬なんかおったっけえ、バイクと馬じゃない馬じゃなかったっけ本当あれ,これ馬か。確認がした。え <laughs>、ね、やばい。<laughs> バイクと馬じゃないっけでさ、その馬をさ、うん、走らせる時に、お菊ちゃんの弟子ができた話を。あああ。あーあー

言葉には表せませんが、さなんかサーカスみたいな <laughs> 遊園地みたいな、なんかそういう映像が流れてましたよ <laughs>。なんかあれなんだよね、この今回の劇場アラートの、まあ、劇場は、えー、っと、かかってるというか、その、うん、えっとシアターの方の劇場にもかかってて、うんうん、見,見せ物小屋みたいなね、いうニュアンスで、まあ、各地を巡ると。うん いうニュアンスもかかってるよみたいなのがありましたけど、うんうん、多分それの意図だよね。そのサーカスっぽいのはね。うんうんうん。うんです。はい、それしか言われやん。もう <laughs> ちょっと映像、映像ちょっとむ難しいね。ここの映像難しい。でも今回あれなんだで、多分東京。って収録入ったんだよね。違うとこ。なんか、そ、そんなこと言ってらっしゃったよ。だよね、だよね、だから。みんなが多分。 わかんない。この動画が YouTube に上がる頃には、もしかしたら円盤化決定ってのも出てるかもしれない。うん、でもさ、さすがにさ、入ると思わん。うん、だってさ、マイキーさんをさ、ゲストで呼んどっちゃう。いや、ほんとよ。ほんと。あれでさ、<laughs> あの、映像化せんのはさ、そんな贅沢なことあります見 <laughs> えますよ。<laughs> もう、ね、<laughs> <laughs> これは絶対入ってますよ。うんうん、うん。ので、だから、うん、そのあれ。ま、映像系のことはね、うん、もう、本物の映像に任せます。<laughs> 我々は語れませんので。うん。もう、無理ですもう、たどた、どんたどたどしくなっちゃって。もう、本当記憶の断片をね、もう、次はにしてるだけなんで。マジ、マジ自分でも聞くに大変だよ。いや、めっちゃ頑張ってくれてるから。はいはい。もう、ちょっとね、せとを。終わりましょう。次に行きましょう。はいはい。せをね、追いかけていきまはい。はい、というわけで。 ここまでが未公開トーク1になります。だから私はさ、その、一番冒頭の動画でね、その、馬とバイクが出てきたっていうことも全く覚えてないわけですよ。<laughs> こんな曖昧な状態でよく喋れたなって思うし、あの、リコリさんもよく怒らなかったなって思うんですけど。<laughs> まあそういう感じでした。まあ結構ね、その映像凝ってるのがレオルさんのライブの、まあ、特徴の一つではあるんですね。 っていうのも、ユニット時代の、あの、大文字でね、REOL でレオール l で、あのユ、ユニットを組んでたんですが、そのユニットメンバーの中に、映像クリエイターのオキックっていう、あの、女性の方がいらっしゃるんですが、まあ、結構その方がね、レオールさんのライブの映像は、えっ、ー、と、メインで作ってる方、作ってる場合が多くて、で、しかも今回はですね、弟子が作った映像も、ふんだんに使われていたということで、 どんどん世代交代が行われているなっていうことではあるんですけれども。で、まぁ、あ、ちょっと話戻しまして、その映像以外にもさ、覚えてないなって思うところが本当にいっぱいあって、ダンス、あ、ダンスってそのダンサーの方のダンスじゃなくて、レオルが踊ってた、そのサビとかの特徴的な振りがあるんですけど、指を動かしたりね。 ターンしてみたり、なんかいろんな振り付けがあるんですけど、それについてもマジで覚えてなくて、特に覚えてなかったのが、その ND60 っていうちょっとノリのいいね、曲があるんですが、それの振り付けの話をさ、確かリコリさんがね、してくれてたんだけど、まあ覚えてないわけですよ <laughs>。いや、ひどいなと思って。申し訳ない。で、で、しかもさ、私が覚えてないなーっていう挙動をしてたらね、リコリさんが、いや、あるよねって言ってくれて。 いやいやいや、ないだろう。<laughs> いやいや、覚えとけよっていう話なんですけど、中盤からすごい私がね、謎のフォローをされたっていう、あのー、ちょっと残念な、私が残念だねっていうエピソードがね、あったので、ぜひ、あの、動画の方で確認していただきたいんですけれども。はい。で、まあ、トークは後半になりまして、で、後半に行くにつれてね、これ <laughs>、気づいた方も多分いたと思うんですけれど、どんどん我々ね、語彙力がなくなってきてね、 もうセットリストがさ、20曲ぐらいあるわけですよ。だから、あの、終盤になるとね、いいねしか言ってないわけですよ。<laughs> いいよね、この曲、みたいな。ずっとそれしか言ってなくて <laughs>。なんか、一番最後ら辺の曲で、激白っていうね、結構上がる曲があるんですけど、もうそれとかの話になると、今から、こんなセットリスト終盤のトークで、激白の話を100%でしたら、<laughs> 喉持たないなというか、喋れなくなっちゃうぐらい、エネルギーの量が多い曲なので、もうその辺はね、いいよね、激白いいよね、とか言うので終わらせましたね。<laughs> 逃げてるなとと思ったんですけど。でも,も、体力を持たないとさ、あの、エンディングまでいけないから、ちょっとお互いね、もう無理だね、みたいな感じで。リモートだったのに、リモート上でなんかね、目配せをした気持ちになりましたね。目は合ってないんですけど、映像をつけてないんで。まあそういうなんか、あの、謎の気遣いが、あの、お互い合致して、意思疎通がね、図らえましたけど。まあそんなこんなであのエンディングですよ。でね、えっともう一つ、未公開トークご紹介したいんですが、 これはね、ライブ終わりの話で、で、リコリさんメインの話です。ライブ終わったと、感動しすぎて、やっちゃったっていう話ですね。何をどうやっちゃったかっていうのは、まあちょっと聞いていただけたらお分かりかと思いますので。じゃあ、ここから、未公開トーク2でございます。どうぞ。<laughs> だから、福岡公演が終わったら、もう、 なんか、いても立ってもいられんっていうか、うん、いや、やばいと思って、これは、もうすぐ、レオちゃんに、感謝の言葉述べないかんと思って、うん、もう、インスタの DM に、教文送ったもんね。そうなんだ。<laughs> そう。いや、これは、すぐ、ありがとうございましたっていう、もうそんななんか、イレギュラーなことで誰が悪いとか、なんもないけども、本当に、最高だったっていうのを送らないかんと思って、もう、バチバチに。<laughs> た文章、長文しかも長文いいいや DM ってそういううために解放されてんでしょそなんかさ今までさあんまそういう送っちゃいけんのかなってさ思いやったんやけどさ時々さあのさストーリーでさこういうのが来てたみたいな取り上げるやんだけ見ても見らんでもいい送らせてくれと思って本当にいやよかったねありがとうございましたって思った いや、いいよ。そういう風にね、あの、受け取るファンがいてくれたら、もう本望だよ、今日、レオルも。うじゃあ、本当にもう、もう、合唱って感じ。合唱ね。は <laughs> い。いや、いいわ。はい。ここまでが、未公開トーク2でした。いかがでしたでしょうかは,はい。あの、やっちゃったっていうのはね、だから、DM を、レオルさんの、インスタの DM を、あのー、直接投げたっていうのが、やっちゃったの内容なんですが、 それはすげえわかるなっていうか私は自分もやったことないですけどでもそうなっちゃう気持ちはめっちゃわかるなって思ってその何ていうのライブ直後とかさその感情がすごい高ぶってる状態でなんか本当今この感動を本人に送りたい伝えたいもしくは自分の感情をなんかえーとアウトプットしたいみたいな欲って。 多かれ少なかれあると思うんですけど、まあ、その手段として DM 解放してくれてるのは大変ありがたいなってファンとしてはね、思いますけど。はい。なんか皆さんも、その、感情爆発してこういうのやっちゃったっていうエピソードあったらね、ぜひ教えていただきたいんですけれども <laughs>。はい。というわけで、えっ、ー、と、未公開トーク2でした。ありがとうございました。多分ですね、ちょっと今、この収録前撮りなので、公開順がわかんないんですけど、 YouTube の小分けにあげたゲスト対談の動画がギュッと一本にまとめた動画もアップロードしてるんじゃないかなと思うのであの小分けに見るのめんどくせえっていう人はぜひそちらの方もチェックして軽率にコメント、ツイートなどよろしくお願いいたしますはいではここからですね少し時間が余りましたのでこのコーナー行きたいと思います今日のひらめき審議会はいというわけで え前回のね、チャコラジから始まったリスナーさんからアイディアいただいた企画になりまして、まあ、こちらのコーナーでは、まあ、私が最近ね、思ったこと、考えてたことなどをちょっと掘り下げて、実現可能か実際にできるかなっていうのを審議していくコーナーになります。で今回審議したいのはね、ツイートで言うとですね、でどれだえーとね、6月26日のツイートですね。 今やってるラジオとかゲストとのトーク内容を番書にまとめるコンテンツ良いのではっていうツイートをしたのですが、えーとですね、これをね、ちょっと審議っていうか <laughs>、あの、少し具体的な話をね、したいなって思うんです。で、これ何がしたいかっていうと、端的に言うとよ、そろそろちゃんと見てもらうための工夫をしなきゃいけないんじゃないんですかっていう話ですね。 これはずっと前からね、私のリスナー兼視聴者兼友人の、ええー、とね、<laughs> 前ゲストにも来てくれましたけど、あの、ティックさんがね、私が忘れた頃にさ、ちょっと今日の動画どうなのみたいな <laughs>、とかさ、なんか、プロデューサーみたいなことをね、よくしてくれてるんですよ、彼が。で、目標としては、最終的にどうなりたいのっていうのってたまに聞かれるんですけど、いや、もちろんそれだけで、あの、なんていうの 広告収入とかだけで食べていけるようになりたいよっていうふうに言ってるんですけど、それってさ、今のペースで行くとさ、10年、20年みたいな話になってこないみたいな感じになるんですね。もうおっしゃる通りですって思ってるんですけど。<laughs> でさ、で、私がね、そもそもなんかこの流行の波にさ、迎合したりする企画を出すのがめっちゃ嫌いな人で、要は、なんか、 なんて王道なネタに乗りたくないんですよ。あの、その世間のさ、流行りと言われるものに乗っかるのがすごく嫌なんですね。そういうめんどくささも持ち合わせているので。だから、今収録時点が8月の中旬、まあ下旬ぐらいなんですけど、例えばね、今だったら、あの、アドさんとか、えー、ワンピース、この動画を出してないのはおかしいっていう話なんですよ。普通はね、その世間的な、あの、なんか今めっちゃ この話題熱いよねっていう話の盛り上がってるタイミングでそれ関連の動画は出すもんだと普通 YouTuber はそうするんだけどお前はそうしてないからあの何て言うの見てもらう気があるのかっていう話をよくされるんですよで自分もそう思いますし確かになと思ってなんで出してないんだろうなとか思うんですけどでただ私は何て言うんだろうね本当にマイノリティに 光を当てたいって思ってるし、自分の好きなことで、だけで見てもらいたいって思ってるんですよ。だからむしろ、なんか大きな波とか大きな潮流に迎合して、そのコビを売るくらいなら見てもらえない方がマシだって思ってる、あのめんどくさいタイプなんでね。だからそういうやり方はやりたくないっていうふうに <laughs> おあの、言い返してるんですけど。 ただ、まあ、それの折衷案として、うんと、自分の持ち味を生かすんだったら、その今出してるコンテンツでも見てもらえる可能性はあるんじゃないかっていう話もよくしてるんですね。で、それの具体的な、あのー、アイディアの一つがさっきのツイートでして、その、自分が今さ、こうやって、今回みたいなね、リコリさんに来ていただくようなゲストとの対談動画たまーに出してますが、ちょっと最近頻度めっちゃ低いんですけど、 その対談動画とか、あと、サブの YouTube の方でやっている、チャコラジ、チャコラジ EX ですね。チャコラジ EX の方の内容から、音声の切り抜きみたいにして、それを、まあ、リメイク、再利用みたいなことをして、まあ、自分のさ、えっ、ー、と、アイデンティティの一つとしてさ、先生っていうのがあるじゃないですか。その要素を一つ取り出してくるために、まあ、版書に書き起こして、授業風に再構成したらどうかっていう、 のが一個アイディアなんですね。だから、えーとね、ちょっと前になりますが、6月 ?7 月ぐらいに、その、チャコラジの方でね、ポケモンの、えー、主題歌考察をね、丸々何本 ?7 本とかやったんですよ <laughs>。それもさ、多分ね、1エピソードね、40分ぐらいあるね、めちゃくちゃ長くてね、うっとしいシリーズやったんですけど、だから、 普通、そういうサブカル的なことってさ、絶対学校ではやらないじゃないですか。まあ、ま、ましてやさ、ポケモンの話なんか絶対、あの、授業のね、メインテーマには登ってこないわけですけど、それが例えばね、100年後の授業だったら、このポケモンっていう文化がさ、例えばね、例えば教科書に載るぐらい、あの、私は、 深みがあるコンテンツじゃないかと、それぐらい素晴らしいコンテンツだと私は信じてるので、あの別に授業でやってもいいんじゃないかって思うわけですよ。っていう、その想定を利用してですね、その設定をそのまま動画に持ち込んで、100年後の、えー、国語の授業シリーズみたいな、100年後の音楽の授業シリーズとして、例えば主題歌考察をこう切り取って、動画にするみたいなこともできるかなっていう話をしてたんですね。あるいは、もうちょっと視点を切り替えてみて、自分ならではの 先生、元先生じゃないと言えないような、えー、見方で作品を切り取るのもありじゃないかなって思ってるんですよ。具体的に言いますと、例えばね、えー、私、ナルトが好きなんですけど <laughs>、漫画作品だったらナルトが好きなんですよ。もう特に完結してますが、そのナルトのね、例えばキャラクターってめっちゃいるんですけど、そのキャラクターの魅力を、えー、先生がね、生徒を見るように、えー、紹介していくと、本当の問題児は誰だみたいな。 え、ナルトがよくね、問題児、う、渦巻きナルトね、主人公が、え、問題児、落ちこぼれだと言われてはいますが、いやいや,いや先生目線で見ると、本当の落ちこぼれはナルトくんじゃないよね、みたいな。もっとめんどくさい子供いるよね、みたいな視点で喋れたら <laughs>。それはさ、あの、他の人には真似できない要素じゃないですかで。そういう要素も入れたりすると、まあ、なんていうの、独自コンテンツにはなりうるよね。それをさらに版書で説明したりすると、よりオリジナリティが増すよね、っていう、えー、のが、 ええと、さっきのツイートの、まあ、審議した内容ですかね。現実的なね、その、実現可能な企画に落とし込むとしたらそういう感じになるんじゃないかなっていうのは、ええー、と、このラジオを撮るね、10分前ぐらいに <laughs> 思ったことですかね。あと、えっ、ー、と、個人的にね、思ってるのはね、先生が出てくる作品ってあるじゃないですか。何でもいいんだけど、まあ、ナルトでもいいわ。ナルトだったら、 えっと、海のイルカ、イルカ先生っていうのが出てきたり、あと、カカシ先生っていうのも出てくるんですよ。普通、先生いっぱい出てくるんですが、えっ、ー、と、一緒に働きたくない同僚の常任は誰だとか、<laughs> 職員室にいたらめんどくさい、あの、先生は誰だみたいなのランキングつけてめっちゃ面白いかなって思うんですよね <laughs>。それってさ、あの、別に、何て言うんだろう、他の人、 教員やったことない人が言ってもしょうがないじゃないですか。ない、ないですかそれ、妄想でしかない。想像でしかないので。でも私は実体験に基づいてそれが喋れるから、この作品の、この先生の行動は、この教育的にいいよね、とか。<laughs> これ明らかに体罰だからダメだよね、とかさ。<laughs> そういうことが言えたらめっちゃ面白いかなと思うんですよ。あるいは、えっと、ちょっとめっちゃナルトの話するんですけど、ナルトってね、世代交代するんですよ。今、ボルトがやってると思うんですけど、 ええと、昔は子供だった渦巻きナルトくんがほかげになって、で、子供を産んで、ええー、と、まあ、ボルトとかね、が、えー、ナルトの息子の名前なんですけど、その、なんていうの昔の子供だったナルト世代のルーキーたちが親になる作品でもあるんですよ。だから、その、今度はね、めんどくさい保護者ランキングもできるわけ。<laughs> ちょっと、門ん疑惑かけられてるの誰だみたいな話もできるだろうし。 それは別の他の作品でもできるわけですよ。知らない作品でもいいわけ。私ワンピースさ、なんで動画出してないかっていうと、ワンピース読んだことないからなんですよ。読んだことない作品をさ、かさも知ってるかのように嘘つくのは私やりたくないので、ただ、そのミリ知ら作品のワンピースとして、えー、見た目、ほぼ見た目だけから想像して、このキャラクターは、 <laughs> えー、こうこうこういうやつだと思う。クラスにいたらこういうやつだと思う。みたいなことを妄想で喋るのはできるじゃないですか。そういうのはやれてもいいかなとは思いましたね。その、えっ、ー、と、あたかも知ってる作品のように紹介するのは絶対にやりたくないけど、知らないからこそ、プラス先生目線だからこそできる紹介の仕方っていうのは、えー、その切り取り方次第で、工夫次第でいくらでもできるんじゃないかなっていうのは考えました。 まあ、どれぐらいね、いつやるのかとかは全然目処立ってないんですけど、ていうかね、あのー、ちょっと今コロナのこととかもあってね、なんか今夏休みのね予定が、ね、私狂いまくってて、もう全然収録できてないし、全然編集できてないんで、もう本当に今このラジオ撮って、公開するのもいつになるかわかんないし、で、この今ラジオで言ってる内容が現実になるのがいつになるかもちょっと怪しいので、まあ、こんなこと言ってたらあの実現しないんでね、 ちゃんんととやりたいなと思うんですけどまあそういう感じですよなのでまあその自分視点で何かコンテンツを作るっていうのは、まあ、絶対今年中には始めたいと思うあの100年後の授業シリーズっていうのはねちょっと計画結構えー、っとやってるので早く出せたらいいなと思います <laughs> もしくはねあのじゃあ先生目線でこの作品紹介したら面白いんじゃないのっていうやつとかあったらぜひ教えてください よろしくお願いします。はい。また今回のラジオの感想ですとか、まあ、動画に関する感想、コメントなどお待ちしております。YouTube の方だったらコメント。Twitter でしたら、ハッシュタグ、チャコラジとつけていただいて、感想、ツイートお待ちしております。はい。というわけで、本日もありがとうございました。では、また皆さん、次のエピソードでお会いしましょう。それでは失礼します。ありがとうございました。バイバーイ。